レイトン教授と魔人の笛、これまでのあらすじ。霧の中で聞いた旋律が魔人の笛のものであることを知ったレイトンたちは、手がかりを探すための調査を始める。魔人の笛がオークションにかけられたという闇市は一体どこにあるのだろうか。第4章、闇の支配者。そのね、魔人の笛をじゃあ、とりあえず調べていきましょうかって感じですね。一夜明け。ふわー、ふー、もう朝なのね。よく眠れたようだね。レミさん、そろそろ出発しますよ。え、もう、レミさんが一番遅かったのか、起きちゃう。ははは、ルーク、起きたばかりの女性をせかしてはいけないよ。そう、いろいろやることはあるからね。化粧したりだろ、なんだろう。大急ぎで準備してきます。彼女の準備ができるのを待つ間に、これからの調査方針を立てよう。まあ、もう寝癖すごいだろうからな、今、レミさん。はい、魔人の笛ですね。君は昨晩、魔人の笛が闇市でオークションにかけられたと言っていたね。そうです。ベスさんが以前話していたのを聞いたことがあるんですよ。あ、すごい。レミさんも準備 OK かな？その闇市っていうのはどこにあるの？あ、レミさん準備はできたんですか？うふふ。で、闇市はどこ？すごい。早いね。それはわからないんです。は。ルーク。場所がわかるもんだと思ってたぞ。噂によれば闇市があるのは確かなんですけど、それがどこにあるかは謎なんですよ。はあ、そっか。まあそうだよね。その、合法な感じではないもんね。あ、でも、どうしたの？市場ならあります。やっぱり子供ね、市場と闇市は違うんじゃないの？まあでもその市場にいる人の誰かがそれに詳しい人がいるかもしれないね。いや、そうとも言えないよ。市場は買い物をするだけじゃない。情報の集まる場所でもあるんだ。そこに行けば何かが見つかる可能性がある。よし、市場に行ってみよう。はい、市場なら、双子吊り橋の、西側です。あ、行ってない方向の、やつだな。ふふふ、よし、出発だ。だいぶなんか、いい感じに、お。一個解いてなかったか。まあいいや。そしたら、ここもちょっといろいろ。あ、謎がありましたね。どうかしたのかい、ルーク。僕、このホテルに、泊まるのは初めてなんです。中はこんな風になってたんですね。ホテルの部屋ばかりは宿泊してみないと見られないからね。ホテルといえばこんな謎があるよ。穴のある便箋、30ピカラット。ホテルの部屋には宿泊客専用、宿泊客用に便箋が置いてあることがある。誰かがこの便箋にいたずらで穴を開けたようだ。なるほどね。この穴開きに、この穴開きの便箋を全く同じ形の2枚に切り分けてほしい。なんかこんな謎解いたことあるね、以前も。便箋に書かれたマス目は正方形だ。同じ形になれば、片方が裏返しであっても良いこととする。裏返しはかということですか。そうですね。あ、でもこれいけそうじゃない？ね。ひっくり返しても OK なら、ね。この辺ぐらいから。いや、違う。これで、
これでどうですかね。一番最初のところがちょっとどっちかなーっていうのあるんだけどな。これでどうでしょうかね。この答えどうですか。よーし、僕だってやればできるんだ。最近結構ミスが多かったですからね。ミスっていうか解けないことが多かったから。さて、部屋の中は見終わったから、そろそろ調査に向かおう。そうですね。では、市場を目指して、レッツラゴーですね。お、帰ってきたんですか。あら、あなたたち昨日の、魔人が出るのに宿泊したお客さんがいると聞きましたが、もしかして。そうですね。まあ、結構散々な目に遭いましたが、その、もしかしてですね。そうだったんですか。宿泊していた302号室が襲われたそうですけど、危ないところでしたね。でも大丈夫。映していただいた。あ、さすがにそうか、窓割れたもんね。映してくれたんだ。301号室も素敵な寝心地でしたよ。レミさんは一番ぐっすり寝てましたからね。ルーク君。お客さんたちも無事だったし、オーナーも相変わらずだし、とりあえず一安心です。あれかな、口開けてガーガー寝てたのかな。そんなイメージあるわ、レミさん。そうだ、お客さんたちは魔人の調査をしているんですってね。もしよければこのお人形を持って行ってください。逆さまにする、逆さまにしてもなんか成り立つあの人形ですよね。正直いらないですね。呪われそうで、なんか不思議なお人形だから、きっとあなたたちのお守りになってくれると思うんです。人形劇モードがレイトンのカバンに追加された。おー、演技、構えた、覚えた。演技、切った、覚えた。洗った、覚えた。またなんか面白そうなのあるな。これはちょっと、後からやりましょうか。うわ、かわいいお人形。レミさん、そういうのが好きなんですか？なんだか意外です。まあ、でも女性って結構、ね、好きなイメージありますけど。では、そしたら、いや、いろいろお世話になりました。おはようお客さん。よく眠れたね。よく眠れたかね。新しい部屋を用意してくださったおかげで、ゆっくり眠れました。ありがとうございます。いや、あんたらに何もなくてよかったよ。うちに泊まった観光客が客室ごと潰されちまったなんて、酒の魚にもならん話さ。それは確かに大変ですね。ところでお客さん、今日はどこに行くつもりなのかね。行きたい場所があるなら教えるぞ。この人に闇市聞いてるとな。市場へ行こうと思ってます。市場か。あそこはいいぞ。ミストハラリの新鮮な果物、魚や工芸品などが揃ってる。知っとるかもしれんが、市場はグランブリッジの西側だ。まあ一応目星はついてますよ。下が釣り橋を抜けた先にある。気をつけていくといい。ありがとうございます。またさ、あの釣り橋、あのロープでぐるぐる巻きになってんじゃねえだろうな。だとしたらちょっと、めんどくさい。レミ・ルーク、早速市場へ向かおう。では、向かいましょうかね。お、あなた謎を出すんですね。ジェイクスさんが所長になって以来、事件が素早く解決するようになって、やることが少なくなりました。所長の名前はジェイクスさん。ただし、魔人だけは別ですが、あれは天才みたいなものですからね。人の被害は出てませんし、物は盛大に壊されてますけどね。この人何もこっち話してないのに、随分話してくれんな。そうそう、壊されたといえば、壊れた時計の謎があるんですよ。壊れた時計の謎。時間が止まった時計を外そうと壁から下ろしたところ、うっかり手が滑って落としてしまった。落とした衝撃で時計盤は中心を通って真っ二つに割れた。はい。よく見ると、それぞれ割れた文字盤内に書いてある数字を足した合計が等しくなっている。
なるほどね。どこで割れたかってことか。ちょうど等しくなるようにですね。なるほど。ちなみにこれ全部でいくつだ ?12、1たす2たす3たす4たす5たす6たす、で、はい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 。72ですかこれは。全部の合計は。ここですかね。となるとね。あれですね、合計の数俺間違えてましたね。78か。合計は。だから、片方が39ずつに分かれれば、ちょうど半分に分かれてるので、これだと上も、39で、下も39ですね。OK だね。なるほど、そっかそっか。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。もう純粋に計算でしたね、これね。正解、10と9の間から、3と4の間を通るように割れたのだ。正解は分かったけど、時計はもう使えそうにないね。ここで残念ながら。お、ひねったを覚えた。この間みんなで謎を出し合ってるところに、所長がいらっしゃって言いました。私には神の目があるから、謎なんかすべて見通せると。その所長に会ってみてえな。さすがはスピード出世で所長にまでなった人は言うことが違うっていうか、神の目?若々しくなってその場は解散したんですが、あれは所長なりの激励だったのかもしれませんね。ちょっと変わった人ですね。うわ、これは荒れ放題だ。おお、わしの店がこんなべっちゃんこに。あのまま残っていたら、わしもこんな感じにクワバラクワバラブルブル。いやいや、逃げてよかったじゃないですか。昨日のうちに避難しておいてよかったですね。まったくだ、あんたたちには感謝しとる。あれ、この人、あ、しかも謎を出すのか。ふふふ、また会いましたね。ワイフとお子さん連れで、熱いですよ。ワイフでもないし、お子さんでもないですよ。この二人は。あなたは先日の。こうなったら私のとっておきの謎を披露するしかないじゃないですか。この謎をおどきになってください。一番の謎の人物だよ、あなたが。あなた何者だよ。この国の王子と隣国の王女は互いに思いを寄せていたが、国同士の仲が悪かったため会うことができずに孤独で寂しい日々を送っていた。なんか絵本になりそうな話ですね。この日も二人はバルコニーから月を眺め、お互いを思い涙を流していた。二人を幸せにするにはどうしたらよいのだろう。涙を移動させ、ん?移動?回転させて夜空に幸せの形を思い浮かばせよう。あ、動かせる。え?回転させて?はい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 。あ、でもこれ。これをじゃあ、え、これでいいんじゃないの?ハートだよ。さあ、見ててごらん。連続正解。すべての謎に答えがある。また再び連続正解にたどり着きました。正解、涙が消えて二人は幸せになれたかな。それならいいんですけどね。さすがはジェントルマン。私のとっておきの謎を解いてしまうなんて、完全に私の負けですよ。
子供の前で格好悪い姿なんか見せられませんからね。頑張ってください若いパパさん。勘違いしたまま消えていくな、あなた。いや、誤解です。私たちは別に家族では。皆まで言わずとも私には全てお見通しですよ。大丈夫。いや、だから誤解だと。夫婦ジェントルマンは恥ずかしいガリ屋さんなんですね。聞いていないようだ。仕方がない。イコール26。もうこいつはダメだ。イコール6。怪しい人物だ。あ、あなたも謎を持っていたんですね。お客さんすまないね。まだ開店前なんだよ。早いところ仕込みを済ませたいんだけど、自分で作ったパンの中身が分からなくなっちゃってね。できれば最低限の被害で中身を割り出したいんだけど、何かいい手はないかね。はあ、パンといえばまあ、冷却を思い出しますが、それなら私がお手伝いしましょう。本当かい。それじゃあお言葉に甘えて。どのパン？4種類で合わせて12個のパンがあり。はい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 。ありますね。同じ種類のパンは同じ形をしている。クリームパンはバターパンよりも多く。あ、これメモってこう。で、チョコレートパンはジャムパンよりも少なく。ジャムパンはクリームパンより少ない。なるほど。どの形がどの中身のパンか知るためには、最小で何個のパンを食べればよいだろうか。まあ、この感じだと、クリームパンが一番量は多そうですね。で、次に、ジャムパンもしくは、バターパン。一番少ないのが、いや、どうだろう、これは。チョコレートパンって感じかな。ちょっと待ってね。ここにさ、図があるじゃないですか。イラストっていうか。丸いやつが一番多い。かな ?4 個。で、次に、3個のやつが2つあって、でって感じですね。じゃあクリームパンが4個で、ジャムパンとバターパン3個で、チョコレートパン2個って感じかね。そしたらさ、あの3個あるパンの、だから一番量が多いあの丸いやつはクリームパンで決定じゃないですか。で、一番数が少ない四角いやつは、チョコレートパンで決定なので、あとのあの 3個のやつ、あの猫みたいな形のやつと、あのもう一個あれは、これとこれ、この二つがどっちかわかんないから、片方食べればまあいいか。だから一個でいいんじゃないですか。一個食べれば、このうちのどっちか一個食べれば、どっちが、バターパンかジャムパンかわかるので、そしたらおのずと全部わかるんじゃないでしょうか。だから一個。実にいい謎だ。これが謎解きの醍醐味だよ。いいね、調子いいですよ。
連続で溶けてますよ。1個、問題文から最も多いのがクリームパン。3個のパンが2種類なのに気づけば条件の絞り込みができる。最初の2個はチョコレートパンと分かるので、残った2種のどちらか1個を食べてみればよい。流し込んだ。いや助かった。これで店が開けられるよ。ありがとうお客さん。どういたしまして。ん？どうかしましたか教授。いや誰かに後をつけられているような気がしたんだが。誰だ？私の気のせいだったようだ。さあ行こう。いや気のせいじゃないですよ。そういう時相手して。絶対なんか、あ、謎を出すですね。初の謎ですね、あなた。フォッフォ。こんにちは、おじいじさん。笛の音があっちこっちから聞こえてくるんじゃ、どこで吹いておるのかの。え、笛の音なんて今は聞こえてませんよ。あなたなんかワンテンポ遅れてる。ワンテンポ遅れてませんか？情報が。そうじゃな、どことなく悲しい旋律じゃったの。そうじゃ、そういえばこんな謎があったんじゃ。65？ 油断してた、こんな難しい謎を出してくるとは。わしは謎の円盤を助けたことがあるんじゃ。ある日、謎の円盤を助けたことがある。本当か？夢だったんじゃないのか。ある日、空を見てたら、ふらふらと円盤が通っておっての。どうやらエンジンが故障しているようじゃった。そこでわしが左のエナジーボールを右に移して修理してやったんじゃ。お前さんたちにもできるかの。この老人のたわごとに付き合ってあげましょう。来たー。何回やってんだ。見てください、皆さん。165。165です。これで合ってるかな。これで何分ぐらいこれに没頭してたか想像していただければと思います。正解。おーおー、その通りじゃ。懐かしいの、わしの若い頃の話じゃ。レイトンさん本当でしょうか。うん、なかなか珍しい話だね。ルーク、たわごとでしょう。では行きましょう。時間を取らされました。行きましょう。おじいじの夢列車。ほう、この謎を解くとは関心じゃ。それで何の話じゃったかな。笛の音が聞こえるとかどうとか。そうじゃ、あれはきっと魔人の笛の音じゃな。伝説の魔人が蘇ったんじゃ。恐ろしいの、本当に恐ろしいの。ではそんな魔人の笛を探していきましょうか。一番にね、この人は昨日は大変だったようだな。笛の音と地響きがここまで伝わってきたぞ。しかし予言のおかげで今回も被害者はおらん。そうだろ、あれこっちじゃなかったっけ場所って。これはただの噂だが、魔人が現れることを予言する者はどうやら町長の知り合いらしいの。そこにいるんですけどね。まさか町長が魔人を操ってるということはないだろうか。なんとも怪しいの。はあ、なんでルークが知ってるかっていう理由は、実は町長のクラークさんが、あ、でもちょっとそれありそうだな。クラークさんが魔人と関わりがあるから、それをルークは何かで知って。冗談じゃ冗談、そんな怖い顔で睨まんでくれ。それを町長のね、息子がいる目の前で言うっていう。あれ、鳩がいる。鳩がいましたね。ポッポールークじゃないか。カラムさん、知り合いなの、この鳩と。昔よく遊んでもらったんです。大きくなっちゃってからなかなか遊びに来ないよな。たまには遊びにクルック。遊びにクルック。ところで久しぶりに出てきて、これから何をしに行くんだ。ルーク君は私たちと一緒に市場に行くんですよ。市場に？あそこは潰れた工場で働いた人たちの子供が集まってるんだ。
潰れた工場。この町の東にあるんだ。機械があるなら行ってみればいい。とにかく市場にはそこをクビになった人たちの子供がたくさんいるんだ。ルークみたいな恵まれた子が行くと目をつけられるかもしれない。ああ、なるほどね。僕は別に恵まれてなんかいないです。恵まれてるよ、ルーク。あ、本人はね、なかなかわからないでしょうが。ポッポ、ルークはいい子だ。でも大きなお屋敷に住んでいて、お父さんはロンドン帰りの町長だ。子供たちはみんな羨ましく思うかもしれない。綺麗な服着やがってよ、みたいな感じで。そんな。ちょっと驚かしすぎたな。大人が二人も一緒だし、気をつけていけば大丈夫だ。大丈夫ですよ、私たちがついてるんですから。ポッポッポ、それなら安心だ。そうだな、久しぶりに会ったんだから、謎を解いていくといい、ルーク。ルークは謎好きだからな。そうだったんだ。こんな謎があるぞ、解いてみろ、クルック。解いてみ、クルック。友人から次のような手紙が届いた。昨年3月に女の子が生まれ、上のお兄ちゃん、お姉ちゃんと3人全員の年齢を合わせたら36、足し合わせたら13になりました。みんな元気に育ってくれて嬉しい限りです。4月25日。昨年の3月に生まれて4月25日だから、一番下のその女の子は1歳になりましたね。さて、この手紙にある子供たちの年齢はそれぞれいくつか。まあ、妹が1歳ですよね。で、掛け合わせたら36になるわけだ。だから36にならなきゃいけないんですよね。で、かつ足し合わせたら13でしょ？限られてくるよね。だから、12にならなきゃいけないから、6か。どっちも6なら、かければ36、足したら12。つまり、兄、6歳、姉、6歳、妹、1歳。ではないでしょうか。この答え、どうですか？よーし。簡単な謎でしたね。連続正解です。上の二人が同じ年齢の時成立する。だいぶちょっと頭も冴えてきたから、やればできるじゃないか、ルーク。そういえばお袋さんが旅行中なんだってな、寂しいからっていじけたりするなよ。いじけてなんかないです。ポッポッポ、ルークはまだまだ子供だな。まあでもこういう人が周りにいるっていうことが、まあルーク恵まれてるってことさ。こういう風に思ってくれてる人がね、たくさんいるわけ。まだ笑ってた。まだ笑ってましたね。あははは、もうホテルが魔人にやられたって。宿泊客がいたらしいのに、ズバッとやられたって。あははは。宿泊客とオーナーは無傷だってよ。こんなめでたいこと、笑わずにいられるかい。そういうあんたたちは闇市？はっはっは、危ないね。黒カラスがいるしね。あなた知ってんすか？黒カラス？気をつけた方がいいよ。あっはっは。まさかこの人が闇市を知ってるとは。西へ向かう吊り橋を渡ると市場です。どんなお店があるんでしょう。楽しみですね。じゃあ市場に向かいましょう。